今週の出雲ラボはとっても小さな置き時計を作ってみました。先週紹介したシャオ ESP32C3 を使っていて、とっても小さいけど Wi-Fi 接続でいつでも正確な時間を表示してくれます。使ってみるととっても便利な Wi-Fi 時計の作り方、よかったら最後まで見ていってください。こんにちは、たらこんにちは、いずまです。前回予告の通り、今週は小型の Wi-Fi 置き時計を作ってみました。前に撮影用のタイマー作ってて、それに時計機能を追加したのがこれ。まあこれはこれでデスクで使ってるんですが、このままだとさすがに使い勝手が悪いので、コンパクトに作り直したというわけ。で、これどこに使うかというと、こんな感じでテレビの上に設置して使ってます。最近のテレビって USB 端子が付いてたりするので、電源はそこから拝借。うちのテレビの場合、テレビを消すと USB の電源も切れちゃうんですが、テレビをつけるとすぐに正しい時間を表示してくれる。この辺は Wi-Fi クロックならではの便利さですね。では簡単に白の方から見てください。対象って言ってもサイズ感はこんな感じ。正面の投影面積はほぼ7セグモジュールの大きさで立色されています。実は天板がアンテナになっていて、上から見たサイズはアンテナでほぼ決まっています。簡単だけど回路図、これがシャオ ESP32C3、 こっちが7セグモジュール。電源は USB でもらいます。一応ね、図面を引きました。これが7セグモジュールのサイズを測ったもの。こっちのプラ板がフロントとリアのパネルになります。こっちのプラ板はね、天板と底板です。これも一応パーツ紹介。前回紹介したシャオ ESP32C3 ですね。めっちゃ小さい。でも、アンテナがこのサイズ。実はこのアンテナが上面投影面積の大きさ決めるまであります。あとはおなじみ7セグモジュール。LED の7セグモジュールはめちゃめちゃ視認性高いので良いですね。サイズの割に遠くからでも見やすい。はい、資料はこの辺でおしまい。続いて制作の様子をお送りします。それではプラ板を切り出すところから。2ミリ厚のプラ板に着替えていきます。これフロントとリアのパネルの部分です。この定規アルミ製でお気に入り、ダイソーで買いました。結構使い勝手がいいです。いつものアクリルカッターでガリガリ溝を彫って、だいたい15回ぐらいガリやれば十分です。適当なところで折り取ります。あとはこれの繰り返し。描いた線に沿って溝を掘っていきます。1枚目が取れました。だんだん板が小さくなるので作業が難しくなります。2枚目を折り取ったら、フロントとリアのパネルができました。ボードの骨組みになる軸を通すための穴を開けます。2枚のプラ板をテープで固定して、7セグモジュールを重ねてホットボンドで仮止めします。4箇所固定してますが、やりすぎでした。2箇所で十分でしたね。ルーターで穴開けてきました。穴の位置は 2.5 ミリのビットで現物合わせ。結果的にはうまくいきました。
映像はしょってますけど、仮止め外すのが結構大変で、壊れるかとドキドキ。4箇所固定はやりすぎでしたね。向きを間違えないように印つけときます。骨組みになる軸を作ります。これ焼き鳥の串使用済み。たまたま7セグモジュールの穴のサイズにぴったりだったんですよ。25ミリ間隔で切り出してます。試しに通してみますよ。やはりですね、さすが現物合わせ。フロントパネルに7セグを通す穴を開けます。やっぱり現物合わせで7セグの位置を付け替えていきます。できました。この線に合わせて切り抜いていきましょう。ルーターで四隅に穴開けてきました。穴の間をカリカリ削っていきます。毎度思うんですけど、プラ板切り抜くいい方法ないですかね。今回もいい手思いつかなかったので、いつものようにカリカリやってます。最後にカッターで切り抜きます。はい、切り抜けました。先ほど切り抜いたフロントパネルに7セグモジュールを固定。スライチ合わせてホットボンドで留めちゃいます。こんな感じ。見栄えがあれなので、化粧板で表面を隠しましょう。この薄い板を透過して数字が見えるという寸法。両面テープで留めて余った部分は切り取ります。はい、フロントパネル出来上がり。天板の加工でここにはアンテナを入れます。このアンテナはシールになっているので、天板用に切り出してきたプラ板に貼り付けます。なおにピンコネクタをハンダ付け。使うピンがこっちだけなので、片側だけピンをつけていきます。ピンコネクタつきました。7セグモジュールとつなげましょう。配線は4本です。電源2本と信号2本。簡単ですね。こっちはピンに直接ハンダ付けしちゃいます。さて、作業も佳境。天板を固定します。テープで仮止めしてアロンアルファで留めちゃいました。底板にちょっとした細工をします。ちっちゃいネオジム磁石を底板の内側に2つつけときます。何に使うかはまた後で説明します。電源線つなぐのを忘れてました。マイコンモジュールの V バス端子とグランドに USB コネクタをくっつけます。電気的には大体できたので、一旦動かしてみます。チャオと7セグモジュールをつないで、壊さないように慎重に。
さて USB 電源につなぎましょう。スイッチオン。ドキドキしますね。最初は現在時刻をゲットするのにちょっと時間がかかります。来ました。問題なさそうです。まあ配線あれだけですからね。でもよかったです。さてそろそろ仕上げ。磁石付きの底板は位置合わせをしてホットボンドで固定。リアパネルも軸を通して4つの軸をそれぞれホットボンドで留めちゃいます。本体加工終わったのでもう一度動作確認。電源つないで NTP サーバーと通信しています。はい、問題ないですね。最後に本体固定用の磁石板を作ります。表面テープをつけた磁石を底板の磁石位置に乗っけて細いプラ板を乗っけて取り上げて指でギュッと押さえます。この板を時計を置く場所に貼り付けてそこに時計を乗っけるってわけですね。こんな感じ。テレビの上に乗っけました。そもそもねテレビ用の時計として作ったんですよ実はね。というわけでシャオ ESP32C3 を使ってできるだけ小さな Wi-Fi クロックを作ってみました。便利だし使えるんですけど筐体作るのに手間かかりすぎ。2個作るつもりでシャオも2つ買ってきたのに2個目はもう無理。 3D プリンターとかレーザー加工機とかあったら筐体はもっと簡単にできそうなのでお持ちの方はぜひチャレンジしてみてください。さてここまでご視聴ありがとうございました。よかったらですね高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今週ちょっと作業が重たかったので来週何も考えてません。どうしよう、なんか考えます。ではまた次の動画でお会いしましょう。